はい、今日はね釣り道具の紹介をやっていこうと思います。ウォールドシャウルの紹介ですね。いろんなね釣り道具コレクションをやってて、その中でも世界最強の竿ですよね、ワールドシャウラ。これがやばいからな。ちょっと邪魔しないで。うち電気壊れてんだよこれ。電気壊れてんだよこれ。見えないぞ。電気つけないかな。真っ暗なんで。ここは壊れてない。オッケー。これ去年購入してね。全く使ってない。以前からね、ワールドシャウラ俺お気に入りで使ってたんだけど、まあ、ちょっと恐れ多くて使えないってことで、買ってずっとコレクションとして持ってたんですよ。これですよ。今もね、2652R の3。これ7から20グラムまで。これジグでね、120グラムまで投げれる。うん。で、このワールドシャウラのいいところはね、もうね、まず、最強の軽さ。この軽さですよ。めちゃめちゃ軽いですね。で、ちょっとこれ、もうコレクションとして置いてて、で、いつもね、まあ釣り行った時使うのは、カリスマスティックをよく使ってて。で、これも下ろそうかな。もう買ってから随分ずっと置いてあるんですよ、家にね。ワールドシャウラはね、やっぱね、なんていうのかな、こう、鋭敏なんですよ。だからカリスマスティックとの違いは、まあ俺、これね、ワールドシャウラの場合はね、なんていうの、こう、ラインの、俺 PE でよくやるんですけど、PE これスピニングでやるんだけど、もう微妙な変化もね、この竿先がね、ブランクスが全然違うんですよ。だから手で感じれる、全部。うん。だからこの竿を使って投げるともう地形が全部分かっちゃうんですよね。これで最強でしょ。これですよ。ナノマトリックス構造ね。これ複数のポリマーをね、ナノメートルオーダーでね、微分散させてるんですよね。なんでこれね、もうね、物が全く違います。世界最強ですね。うん、で、今あるのはね、これね、世界最強のシマノさん。スパイラル X コア、魚を取るためのシマノだけのテクノロジー。これですよ。で、僕は海も、まあ、たまに行くんですけど、まあ、大体僕はね、めちゃめちゃ釣りやってるというか、大体月に4回ぐらいかな、平均すると。だから年間長考回数50回ぐらいかな、大体ね。なんですけど、まあ、あれだよ。バス釣りが結構あれだね。まあ、9割。で、1割海みたいな感じで。で、これはね、海も行けるんだよね。淡水、海水問わずって書いてあるな。このパワーと軽さとキャスタビリティと、スムーズに曲がり込む。レギュラーテーパー。大物とのファイトもね、余裕でやると。ブラックバス、ボートシーバス、ロックフィッシュ、ライトジギングターゲット、中型アーモンド、ソデイカと。この2652R の3。これは、いやー、もったいないか、使えないぞ、おい。さすがに俺も。これは、やばいもんな。で、もう一個あるんで、じゃあ、これですね。かっこよくないですか、僕のコレクション。これもね、使うのもったいないのよ。で、これ持ってって使えばいいのに、カリスマスティックがあるもんだから、もうカリスマスティックばっかり使っちゃって、なんか下ろすのがもったいないみたいな。だからもう芸術作品なんだよね、これもうね。ワールドシャウラって。ただ使わなきゃあれなんで、まぁ、ちょっとこれも使っていこう。もう下ろそうかなと。うん、もう随分前に買ってね、ずーっと置きっぱなしで。まぁ、これちょっと記念品として取っとこうっていうことで、使えないんですよ。すごすぎちゃって。これベイト用ですね。まあベイトリールも、どうしたの？どうしたの？ベイトリールはね、ここ。これね。こうあったら。これスピニング用なんで、こういう風ですね。こういう風。ベイトリールは、ここが、
こうやってクリって盛り上がってるんですよね。でワーシャでしょ、世界最強だから、やっぱ島野さんとか大和さんとかやっぱすごいから、もうリスペクトしかないよね今の俺は。だからもう本当にね、こういうメーカーさんがやっぱりいてくれたから、うん、釣り始めたっていうところあるからね。もう島野大和がなかったら俺釣りしてないだろうな。まあ自分らは結構釣りトップ世代でね、もうそうね、アラフォーというかアラフィフ世代、まあ釣りトップ世代で、まあ釣りトップ読まなきゃ話になんないでしょって、あそこに全部の答え書いてあるから、うん、教科書ですよね。だから自分は釣りをどうやって覚えたかって言って、ラインの結び方からね、キャスタビリティ、そしてまあ魚の取り方、全部もう釣りトップ一本だよね。そこで覚えた知識を使って、あとは手探りね。もう今みたいにそのバスプロの方とかこのガンガン YouTube みたいな発信するとか YouTube もなかった時代なんですよ、自分らの時代は。うん、自分らの時代はね、僕が大体で20、そうだね、うん、そうだね、携帯電話っていうのが出てきたのがね、もう僕が23歳ぐらいかな、あぐらいで、まあ PHS とかそんな感じでね、まあなかなかそういう今みたいにね、そういう情報がなかなかなくて、その数少ない情報じゃないですか。ただその数少ない情報の中からやっぱ手探りでやっぱりでかいバス釣りまくってたんですね。はい。だからまあ一時僕らのその中学校でバス釣りが流行って、めちゃめちゃ釣っちゃったんですね僕がね。でなんで釣れたかっていうと、やっぱフィールドがね、今思えばフィールドが結構まあイージーというか、まあ僕初めてバス釣り行って、生まれて初めてバス釣り行って、いきなり釣っちゃったんだから。うん。一回目で。初めて行っていきなりデカバス取ったわけじゃないですか。池の主を。まあ、これね、才能とセンスだろうなっていうのはあったんですけど、まあまあ話長くなるからいいや。これね、紹介していきます。これはね、1703R の2ってやつね。はい。ここに書いてあるように、ルアーは 40g まで投げれますよ、10から40ですよって。でジグは 180g までいけるよって。ラインは14から30ポンド。これは結構海の青物巨大魚、まあバスにとったらいいオーバースペックかな、これはね。うん、これはねパワーバーサタイル、うん、うん、バーサタイルスペシャルだから、これはブラックバス用か。うんうんうん、まあでも多彩なルアーで、うん、うん、ハードロックフィッシュゲームもできるわ、うん、これ結構いけるでしょこれ。1703、またこのティップがかっこいいよな。もういやこれ使いたくないな、もうなんかガンダムみたいな、超合金みたいな。やっぱりね、こういうメーカーさんがいたからね、もう俺はメーカーさんに感謝しかないね、本当に。釣り道具作ってくれてありがとうっていうことしかない。だってよく考えてみて、こういうねワールドシャワラとか、これまあ村田はじめさん監修で作ってると思うんですけど、村田はじめさんがいなかったらバス釣りってもんがもうなかったんだよな。ああ、だからもうシマノとかね、こういうねもうメーカーさんのおかげだから、こういう商品を買わさせてもらってありがとうって、もう心の底から俺思うよな。リスペクトしかないよな。 CI4 プラスだよ、だってやばいって何がやばいかよってよくわかんないですかね。まあそんな形でこれ装着しようか。これ僕が一番お気に入りのね、はい、カルカタコンケスクと 200DC の 200HZ ですね。これをつけちゃおうかな、うん、やっぱハイギアいいっすよね。これつけちゃう。結構ねコメントでいただくんですよ、こうやってルアー紹介道具紹介とか。自分は大人じゃないですか、アラフィフじゃないですか。でアラフィフになってくるとやっぱりそのまあ酸いも甘いもわきまえてるなんですけど、よくね自慢するなっていう声とかもいただくんですよ。なんだお前こんなの買いやがってつって、で僕はそういう人に逆説教してて、お前まずな、俺みたいにお前機関工やってこいって、
のね、あのよくね、あの日本でお菓子なのでね、お前自慢すんじゃねえこらとか、あのお前の竿また高いやつ買いやがってって言う人いるんですけど、お前きっちり働いてるかな。だから俺はそういうアンチの方にはね、怒鳴ったりはしないけど、冷静にあの軽くね、優しく説教するけど、お前まず1年間お前な、あのトヨタ自動車で働いてから物言えって話や。うん、まあ、地獄の機関工、派遣社員から機関工1年やって、その後お前そこの工場でお前3年間働いてこいって。余裕で帰る、きっちり働けば。だからね、なんかおかしなこと言ってくる人は結構いて、働いてねえのにね、てめえが働いてねえのに、あのなんか自慢するなって言って、あのなんかそういう形で言われて、うん、それはなんかね、なんか諸事情があって体調が不良で病気で働けないって人はあれだけど、五体満足でね、でもあのお金がないから買えないじゃないか、なんでお前こんなん買って自慢してっつって、お前きっちり工場で働いてみ、俺みたいに、あ余裕で買えちゃうから、きっちり働けば。だから俺ね、ちょっとまあちょっとあれ媚び売るように聞こえるかもしんないけど、日本中の子供たち強制的に1年間帰還校させなきゃいけないね、18から20歳まで。あ、なんか韓国とかそういう徴兵制みたいなのがあるじゃないですかね。そういう風にやればこういうねものは余裕で買えちゃうから、うん、これ割としたら1本ね、まあ結構高いんですよ、まあ5万円とかねしちゃうんですけど、まあそんなんね、働けば買えるから、うん、でよく言うんですよ、あのまあ菊池さんも自分結構説教するんですけど、あの甘いんだよね考えが。だからいやいやいや、俺のね月収これでね、どうでどうで買えないじゃないかって言うんだけど、いやいやお前土日あるでしょって。月金でさ、例えば月堂でもいいよ、月曜日か土曜日までさ本職の仕事やってさ、日曜日釣り行く、冗談じゃないぞお前、もう高い差を書いてんだったら、もう日曜日も働けよバイトして。はあ、そこのアイスクリーム工場で12時間働いてこいって、それ2ヶ月やったら余裕で帰るわ言うて、それを説教部自分延々するんですね、この本当にこの玉虫色ですから。皆さん俺あれだわね、日本人はね、全員ちょっと怠けとる傾向にあるから、最近みんなね、俺みたいにね、トヨタ自動車とかで働いてほしい。そこで汗1年間2年間流した時にはさ、何百万も貯金できるから、うん、だからそうね、それをやるべきだよな。でもしんどい仕事が嫌だ、きつい仕事は嫌だ、暑い仕事は嫌だっつったら、お前自動車作れないぞ。いい、まあきついよ仕事はね、工場勤務って。で俺も太陽もしんどいなと思いながら、やっぱりそういうしんどい思いしたら皆さんも買えるんでね。だから欲しいなって、こういう高い差を買いたいなっていう方はがっつり働く、うん、で今の本職の仕事があってね、あの買えないって方は土日にバイトしちゃって、それでこれ買っちゃうみたいな、そんぐらいのやっぱり欲しいことは絶対しなきゃいけないと思うんだよね俺は。だからさやっぱりさ、安い竿とか、うん、まあ、自分もいろいろ買いますよ。1万円の竿とか、なんなら3000円の竿とかね、自分が一番愛用してるこのカリスマスティック、これ3500円だからね、これね、これまあこれはね4000円か、うん、これタックルベリーで買ったんだけど、これね、これ一番使ってます、はい。でこの竿でもいいんだけど、やっぱり男だったらワンランク上の竿も取りたいじゃないですか、うん、で結局人間ってやっぱりね、強い弱いじゃないけどさ、やっぱりそういうハイスペックな竿とかハイスペックなリール持ちたいじゃないですか、一度は。でそれは普通にしてたら買えないよねって話になるんだよね、うん、で中学生の男の子だったら買えないとかね、小中学生の男の子はこんな高いの買わんでもいいかなと思うけど、まあ自分で働いて手にした方がいいよね。お父さんお母さんに買ってもらうっていう、お父さんお母さん、子供は甘やかしちゃダメよ、調子に乗るだけ。自分なんかね、小学生の頃ね、500円の竿とね、800円のリールとか、もうそんなボロボロの、ずーっと僕500円の竿だった、18歳まで。うん、頭が悪すぎて金がなさすぎてね。で、ずーっと500円の竿でやってきて、だから、自分が働いたお金で買うって時に、
ありがたみがあるよね。だからお年玉とかではさ、まあ、あれだよね。お年玉とかで買ってもなんか嬉しさ半減だよね。だから、子供たちには安易に物を与えないっていう、やっぱり自分が努力して手に入れるってことを学んでほしいかなと思うよね。にしてもやっぱりこういう島の大和さんってやっぱりすごいわ。もうリスペクトしかないよな、本当に。特にこのワールドシャウラを作ったやっぱ村田はじめさん。やっぱりね、あの人はもうね、もうツイトップ時代から自分知ってますけど、もうすごいよね。何がすごいかよくわかんないけど、もうオーラだよね。もう言葉で言い表せないってバイタリティとかオーラとか、やっぱりその、見せるってことよくわかってて、ガチッとやっぱりね。うん、だから自分もね、やっぱり気がついたらやっぱりある意味洗脳されてんだろうね。さあ思ってやってたら気がついたら、ウェーシって言ってしまってたんだよね。ああ。もう覚えてない。だから自分がウェーシとか言ってるつもり全くないんだけど、気がついたら言ってたんだよね。ああ。だから、怖いよね、無意識ってことは。ああ。ということで今回ね、世界最強のさ、ワールドシャウラーを買ってみたけど、ずっともったいないって言って使えない貧乏症出てると。使わないけないよね。ただなんか、ちょっと別に使わなくてもね、こっちのね、これ飾っとってもいいし、コレクションとして。うん、で、こっちの、まあこのね、中古で買ったカリスマスティック。これは使い勝手めちゃめちゃいいから、使い勝手めちゃめちゃいいし、軽いし、最強。ただやっぱりね、ワールドシャウラー。あのね、ワールドシャウラー何がいいって、これね、何がワールドシャウラーいいかっていうと、もうね、地形が全部手で分かっちゃうの。不思議な沢でしょ？手で持つでしょ？で、ピー巻くでしょ？ピー感度がいいからね。で、こうやってやるでしょ？もう地形が全部手に伝わってきちゃう。で、例えば活性の低い時、バスがね、活性が低い時のショートバイトとかも全部分かるから。あ、今、触ったなとかも全部分かっちゃう。左手一本で。PE が糸電話の要領で伝わってきて、竿先、手先に糸電話の要領で、左手に全部信号を送ってくれるんだよね。だから、ワールドシャウラーを手に持ってこうやって巻いてる。こうやって巻いてる。巻いてる。地形が全部わかっちゃう。やっぱ超過も10倍、20倍になるよね。ということで、今回ワールドシャウラー、2本ね、ご紹介しました。一回使ってね、またレビューなんかもやろうかなと思う。玉虫色。ただ、俺らみたいな貧乏症は高いからもったいないから飾っとこうってなるんだよね。またちょっと使ってみようと思います。それでは。